ガーシーに作るので、高井さんが最近誘った美女は誰か教えてください。教えるか俺なんか誰を相手したとか、誰デートしたとか、誰にも言ったことないの。本当に言わないから話題にならないの。言うか。ガーシーにそれを公表されちゃったらもう大変だろう、話題になっちゃって、切り抜きとかもされちゃって、変なタイトルつけられて大変なダメージを負うだろう。ガーシーにはバレたくないですな。頼むでガーシー。うん、でもなんか最近ガーシーの動画を見てると、一時の本当に始めた頃のちょっとこうトゲトゲしさっていうかさ、切羽詰まった感とかみたいなのが俺はほんの少し緩んで、うん、まあ、攻撃的な面も確かにあるんだけど、ガーシーがあんなにこう芸能界でさ受け入れられて、数千人の知り合いがいて、しかもその人たちとんでもない有名人たちと信じられないような交友を広げてた理由が、多分徐々にみんな分かってきてると思うんだよね。まあ、未だにいろんなところに迷惑はかけちゃってる可能性あるけど、だけど二十何年間こんなことなくずっとそういう交流を続けてきてたやつだから、彼の根本の人間的な魅力っていうのか、不思議な人懐っこさみたいなものがあるんだけど、そういうのがほんの少し戻ってきてるような気がするんだよな。それはもしかしたら YouTube が収益化してしっかりお金が入ってきてて、もうもしかしたら本当にすごい、これ以上迷惑かけないでいい人に迷惑かけないでも解決できるような状況になってきてたりするんじゃないかなっていうふうに俺は想像してるんだよね。だからガーシーの優しいとことかね、仲間を大切にするじゃないけど、そういうガーシーのいいところっていうのが少し本当にたまに動画の中にいっぱい出てきてるから、だからもうあんなことをしなくても、もうただグロい話とかばっかりしなくても、成功してちゃんとお金を返せる状況とかっていうのができてきてるのかな、わかんないけど、まあなるべく早くね、いろんなものからみんなが解放されるような時期になったらいいなと思いますけどね。難しいね。健全に毎日送っていこうって思います。芸能人やってるうちは本当に不法行為とか汚い人間関係とかそういったものにまみれず、やっぱり信用でもらうお仕事だから、その信用を損なうようなことをなるべくせずに芸能界をやっていこうっていうふうに強く思うね。ああいうことがあると負けねえぞって思いますよね。いろんな誘惑はあるけど、その誘惑を断ち切って、俺はクリーンな方をなるべくビシッって向いてそっちに進もうっていうふうに今すごく気をつけてるんで、はい、これまでもそういうふうに思って芸能界に入ってからそういうふうにこう選択してやってきてるんで、今後もどんなそういう暴露系の人が現れても、いや、あの人会ったらすげえいい人だったよって言ってもらえるようなタレントでいたいなって思ってます。もうほんとみんな幸せでいてほしいわ。もうやだわやだわ、仲間たちがいがみ合ってんのとか見たくない。